O-58 カイオア O-58D カイオアウォリア O-58 カイオアはベルヘリコプター社が開発した観測ヘリコプターである。アメリカ陸軍においては主力観測ヘリコプターのほか戦闘ヘリコプターとしても使用される。その性能は世界から高く認知されこれまでに6カ国に輸出されている。相性のカイオアは アメリカ先住民の海洋アゾクにちなむ。ヨーマイナス 4AO マイナス58アメリカ陸軍は1950年代中期、H マイナス13数観測ヘリコプターの後継機となる新たな軽観測ヘリコプター計画を提示し、ロは4人乗りで最大速度103キロトン以上、有効積載量180キログラム以上などの性能要求が出された。これに対し、 12社に上るメーカーから22種類に及ぶ設計案が提出され、このうちベルヘリコプターやヒューズ社、ヒラー社が最終選考まで進んだ。1961年5月19日に陸軍から試作機製造が承認され、各社5機ずつ製造した。ベルヘリコプターはモデル206、ヒラーは FH1100、ヒューズは モデル369を提案した。モデル206には、4-4A、FH1100 には、4-5A、モデル369には、4-6A の名称が与えられ、比較評価試験が行われた。1年間に及んだ評価試験の結果、1965年5月26日に、機体性能の良さと、 安価なことから用マイナス 6A を選定を、をマイナス6の名称で導入し、ベルヘリコプターの用マイナス 4A は破れた。ベルヘリコプターは、モデル206を民間型に改良した、ベル206ジェットレンジャーを開発、1966年1月10日に初飛行させた。ベル206は民間市場で好調なセールスを記録し、 1968年1月には、アメリカ海軍が TH-13 練習ヘリコプターの後継機として着目し、TH-57AC レンジャーの名称で採用した。さらに、1960年代後半には O-6A の生産費用が急騰したことから、調達中止となり、 サイド系観測ヘリコプターの入札が行われ、1968年3月8日に、o、O-58A カヨアの名称で採用が決定し、新たな観測ヘリコプターとして2000機が発注された。O-58A 量産初号機は1969年5月23日に、アメリカ陸軍へ引き渡されて、ベトナム戦争に投入されている。 O-58A は耐久性や信頼性で O-6 ほどの評判は得られなかったものの民間型譲りのキャビンの広さは好評で負傷兵誤装にも使用された。1970年代後期高度な光学センサーを装備した R-64 の登場によってそれまで目視に頼っていた観測ヘリコプターの陳腐化は否めなくなっていた。アメリカ陸軍は 陸軍ヘリコプター改善計画を提示、1981年9月21日に、主契約会社を、ベルヘリコプターに決定した。ベルヘリコプターは、この計画で、o、O-58A を大幅に改造した O-58D カイオアウリアを提案、アメリカ議会により592機の回収が、決定した。一時は、回収機数は477機、 206機と削減されたが、議会が回収計画を指示したため、1995年に追加が認められ、最終的に383機が回収された。O-58D は、シュローターを複合材料製4枚ブレードへ変更したほか、キャビンを潰す代わりに、マクドネル・ダグラス社とノースロップ社が共同開発した。 シュローターマスト装着式照準機を装備していることが外見上の大きな特徴である。O-58D 初号機は1983年10月6日に初飛行し、1985年12月からアメリカ陸軍への引き渡しが始められた。O-58D 初期引き渡し分のうち15機は特殊武装型のプライムチャンスと呼ばれる機体で、 AIM-92 スティンガーソラ対空ミサイル、AGM-114 ヘルファイア対戦車ミサイル、M262.75 インロケット弾ポッドや、機銃ポッドを胴体側面に傾向できるようにされた。これらは、タンカー戦争の折に、海軍の軍艦から活動し、タンカーを狙うイラン革命防衛隊海上部隊の、ボグハマールに対し夜間攻撃で戦果を上げた。その後、 他の O-58D も武装可能なように回収され、O-58D と称された。アメリカ陸軍では、O-58D をさらに回収して使用する多目的系ヘリコプター計画を提示していた。アメリカ陸軍は、この計画について、O-58D のスキッド式降着装置を折り曲げ式にするとともに、シュローターブレードと、 ビブ垂直安定版を折りたたみ式にし、輸送機への搭載などをさらに安易にできるようにすると、している。また、機外に単価などを固定できる、機外取付具の装備も検討している。これらは一部の機体に実施された。さらに、1990年代初頭には O-58X への回収も計画されたが実施されなかった。O-58 は、 初飛行が1960年代と基本設計が古くセンサー面でも索的レーダーを装備した R-64D が登場すると再び能力差が大きくなった。またイラク戦争やアフガニスタン紛争にて合わせて30機以上の損失を出したため回収や RQ-7 シャドウなどの UAV による任務の一部代替とは別に をマイナス 58D の後継機を調達し、代替する計画もあった。ただし、観測ヘリに攻撃能力を持たせて、多様と化するという方向性が混乱を招き、未だ実現には至っていない。2004年に、ラマイナス66の開発が断念された後も、新しい偵察ヘリコプターとして、アーマイナス70の導入が検討されていたが、導入費用が、 当初の予定を大幅に超過したために、a 7 0の開発も2008年10月16日に中止された。一方、O-58A、C については、同時期に、汎用ヘリコプターとして採用された UH-72 によって代替されることとなった。O-58F の試作機これに伴い、 アメリカ軍は残存する339機の O-58D の電子機器の入れ替えと安全対策の強化を進めている。コックピット及びセンサのアップグレードプログラムにより O-58D を回収した O-58F は2012年に初飛行し A-C-D 型から368機を回収する予定であった。 実際の初飛行は2013年4月となり、2015年3月には、定率生産が開始される予定となっていた。3度目となる、後継機選定の試みとして、武装空中偵察機計画が開始され、新機種に加えて O-58F より性能を向上させた、改修案の O-58F ブロックにも候補となったが、 資金難からこれも2013年後半に中止されている。さらに、米陸軍の2015年度予算では O-58 の退役が計画され、2014年5月には、ベル社の CEO が陸軍から O-58F への回収プログラムを中止する通知を受けたと述べた。O-58D の任務は今後 R-64E により代替され、 機体は陸軍予備役と陸軍周兵から移管した分で賄われる。短期的には攻撃ヘリによって任務を代替されることになるが統合多用と将来型水直離着陸機計画では2030年以降に O-58D の直接的な後継機が計画されている。米陸軍の O-58D は 2017年9月18日にダストフライトが行われ完全に退役した。O-58 の通常型。4つの座席からなる。オーストリア空軍向けの O-58。テストパイロット学校を飛行する O-58。C 基本的に O-58A と同じ。変更点は、 エンジンを 313kW のアリソン T63A-720 にパワーアップ、電子機器類性能向上、操縦室ケーの配置変更などが行われている。アメリカ陸軍が採用したほか、ドミニカ共和国も採用。中華民国陸軍の O-58D i 賞は、カイオアウリア。O-58A からの変更点は、 エンジンを出力向上型の 485kW のアリソン T703AD-720 に変更を。メインローターブレードを4枚にし、複合材を素材に使用。操縦系統へ、油圧安定制御と増強システムを付加。操縦席へ多機能表示装置と、暗視ゴーグル対応型軽機類を装備。ローターマストに小準機、TB を呼び。 赤外線光学装置、レーザー目標表示、距離測定装置の装備である。アメリカ陸軍のほか台湾陸軍が採用している。近年は、アメリカ陸軍の余剰機が、チュニジアやギリシャ、クロアチアに輸出されており、ギリシャに輸出された70機は2019年に、完納された。O-58D の武装傾向型。並走パイロンが、 同体両側面に取り付けられ、トランスミッションの出力が強化されている。搭載電子機器類では、アン、アーク -201 地上、空中用単一チャンネル無線システムの装備、アン、エープレ -443 レーダー警戒装置、アン、アルク -1441 赤外線、妨害装置、アン、AVR-2 レーザー探知装置などを、 追加装備し、乗員の生存性を高めている。O-58 アメリカ陸軍が計画した、o、O-58D のステルス型。キスターレットに、視野30度の前方赤外線監視装置を装備して、夜間の超低空飛行を可能にするもので、後方システムでもリングレーザージャイロ式、完成後方装置の装備や、全地球測位システムの追加。 地形地図及び統合型ヘルメット表示装置も取り付けられる。1992年に O-58D 試作4号機が改造されて試験に使用されたが量産回収は行われなかった。O-58D の状態で武装を軽装備化した海外輸出型二十ミリ 20mm 機関砲ポッド。 BGM-71 等体戦車ミサイル 70mm ロケット弾を胴体側面に装備する。エンジンやローターなどはそのまま O-58D のものを使用する。現在13機がサウジアラビア陸軍で使用されている。愛称はコンバットスカウト。 オーストラリア陸軍の O-58A オーストリア空軍の O-58BO-58D3 メインズありがとうございます